ブライアン・ジョンソンはイギリスのロックシンガーでソングライターでもある。1980年からオーストラリアのロックバンド ACDC のリードシンガー。1972年、ブライアン・ジョンソンはグラムロックのバンドジョーディーの結成に参加した。イギリスでトップ10に入った君にすべてをなど数曲のヒットを放った後、1978年に バンドは解散してしまう。ジョンソンはバンドの再編を図り、1980年にはそのめどがつき、新たな契約を結んだのだが、カリスマ的なフロントマンだったボン・スコットを、亡くしたばかりの AC、DC からオーディションを受けないかと打診された。あるファンが AC、DC のマネジメントに、ジョンソンのジョー・ディーとしての演奏のテープを送っていたので、ある。 ジョーディーの他のメンバーの賛同もあり、人気ラジオ番組司会者、ジェームズ・ホエールのアドバイスもあって、ジョンソンは ACDC に参加することになった。ACDC に初参加したアルバム、バック・イン・ブラックは、イーグルズのイーグルス・グレーテスト・ヒッツ1971から1975に次いで、史上3番目に売れたアルバムとなった。1997年、ジョンソンは、 ジャッキルというバンドと、ロックドアンドローデッドという曲を録音した。また、2002年には、このバンドのアルバム、リレントレスに収められた、キルザ・サンシャインの作詞を担当した。ブライアン・ジョンソンは、イングランド北部のニューカッスル・アポンタインに近い、ゲイツ・ヘッドで生まれた。スコットランドとイタリアの血統を引き、4人兄弟の、長子だった。父アランは、 イギリス陸軍ダラム系不評隊の総長を務めた炭鉱夫であり、母エステル・デ・ルーカはフラスカーティ出身のイタリア人だった。ジョンソンは子供の時からボーイスカウト活動でいろいろなショーに出演し、テレビ放送された演劇に出演したり、地元の教会の聖歌隊に参加したりしていた。ジョンソンの最初のバンドはザ・ゴビデザートカヌークラブといった。ジョンソンはまた、 フレッシュというバンドにも加わっていた。1970年からは、キャバレーやクラブで演奏していた、ザ・ジャスパー・ハートバンドに参加して、ミュージカル、ヘアーの中の歌や、当時のソフトロックやポップ系の歌を歌っていた。ジョンソンは、このバンドの仲間と、ジョーディーを結成することになった。ジョンソンが初めて、そして唯一、ソロ名義で出したシングルは、 ジョーディーの一員であった1976年に、レッドバスレーベルから出された、I Can't Forget You Now であった。1982年、MCA レーベルから、ジョーディーの1973年から1976年の10曲を収めたコンピレーションが、ストレンジマンというタイトルで、ジョンソンのソロアルバム扱いで発売された。アメリカ合衆国で1989年に出た、CD。 キープ・オン・ロッキングは、ジョーディーの曲として知られている、全12曲の再録音版で、ブライアン・ジョンソンジョーディ名義になっているが、1991年、オーストラリアで出された、コンピレーション、ロッキン i ウィズ・ザ・ボーイズ1 9 7 2から1976でも、同じ名義が使われている。地獄の鐘の音の演奏中に、大きな鐘にぶら下がるジョンソン1980年3月、 ジョンソンは、ロンドンへ来て、AC、DC のオーディションを受けないかという誘いの電話を受けた。前任者のボーカリスト、ボン・スコットは、2月19日に、アルコールが原因でオートブツの誤演を起こし窒息し、していたが、バンドは活動の継続を望んでいた。オーディションでジョンソンは、AC、DC のホール・ロッタロジーと、アイク・ティナ・ターナーのナット・ブッシュ・シティ・リミッツを歌った。 4月初め、ジョンソンは正式に ACDC の新しいボーカリストとして公表された。この年の7月、ジョンソンをフィーチャーした最初の ACDC のアルバム、バック・イン・ブラックが発表された。このアルバムは世界的な大成功を収め、史上有数の成功を収めたアルバムとなった。これに続いた1981年の 悪魔の招待状も好調な売れ行きを見せた。その後、バンドのセルフプロデュースによるアルバム、1983年の征服者と1985年のフライオンザオールは、さほどの商業的成功とはならなかった。1986年の風鈴土風はホラー映画、地獄のデビルトラックのサウンドトラックで AC、DC を再び人気の主流に押し上げた。 1988年のアルバムブローアップユアビデオはジョンソンの作詞による歌をフィーチャーした ACDC の最後のアルバムとなった。1990年のレーザーズエッジ以降はギターのアンガス・ヤングとマルコム・ヤングの兄弟二人が ACDC の作詞作曲を全面的に担うようになった。ラジオのインタビューでファンから なぜ歌詞の提供を止めたのかと問われたジョンソンは言葉が在庫切れになっちゃってと笑って答え、レコーディング中にアルバム1枚分の歌詞を生み出さなければならないというプレッシャーは楽しく思えない時もあったと説明し、レーザーズイッチのレコーディング中にヤング兄弟が作詞をやってくれた時にはほっとしたと述べた。これ以降、すべてのアルバムは すべての楽曲がヤング兄弟の作詞作曲となった。2008年にはボーカルがジョンソンに代わって10枚目のアルバム悪魔の氷が発表された。ジョンソンはステージではキャップをかぶって登場し、時々キャップを脱ぐというのが定番となっている。もともとジョンソンは出身地であるタインサイドを象徴するものとみなされるフラットキャップをかぶっていたが、時々は ベースボールキャップをこうむることもある。ジョンソンが帽子をかぶるのは歌っている最中にカールした髪から汗が滴り落ちて目に入るのを防ぐために弟が帽子を進めたことがきっかけだった。弟がそいつをかぶってみな、そしたら何をやっているのか見えるようにはなるはずだぜ、と言ったんだ。それでかぶってみて2番目のセットで3曲やった後弟の方を見て 親指を立ててやったんだ。こいつはすごいぞ。でね、弟はそれで帽子を返してもらえなくなっちまったわけだ。2009年7月、ブライアン・ジョンソンはクラシック・ロック氏のインタビューで引退を考えることもあるという発言をした。しかし、同11月には、このコメントの意図はコンサートを通して歌えないくらいになったら引退したいという意味ですぐに引退するということではないとした。 2010年2月、ワールドツアーの最中、ジョンソンは AC、DC にセットリストの変更を求める。公開上書いた一部のファンについて、毒舌を浴びせた。くたばりやがれ。これまでに聞いたことがないファンはどうなるんだ紛正意気な連中がいるもんだ。今じゃコンピュータ使って、どっかの字は価ちにでかいケツで座り込んでいながら、あ、連中また同じ曲を、 昨日の晩もやったような、変えるのが当然だろうとおっしゃる。金玉でも喰らい上がれ。連中は、セットの中の曲を入れ替えるのが、昔と大違いに大変だってこと分かっちゃないだろう。2016年4月、AC、DC の16枚目のアルバムに伴う、ロックオアバストワールドツアーにおいて、聴力問題により、ドクターストップがかかり途中降板。代役をは、 ガンズローゼズのアクセルローズが務めた。2018年夏、長年悩まされていた難聴の問題が解決し、AC、DC のメンバーとスタジオで再会。復帰したフィル・ラッド、クリフ・ウィリアムズ含むメンバーと17枚目のアルバム、パワーアップのレコーディングを開始した。2020年11月、ニューアルバム、パワーアップがリリースされ、世界21カ国で、 チャート1位を記録。新型コロナウイルスの影響で計画されていたワールドツアーは中止となったが、アンガス・ヤングがツイッターにてコロナウイルスが収束した時再び計画すると発言するなど、ブライアン自身もワールドツアー参加の意欲を示した。ブライアン・ジョンソンはミュージカルは大好き、特に古典的なロジャースハマースタイン作品みたいなのがねと言っていたが、 2003年4月からサラソタバレエ団の振付し、ロバート・デボレンと共にトロイのヘレンの話をミュージカル化する企画に携わった。このミュージカルはレ・ミゼラブルのように目覚ましい参加と優しいバラッドが盛り込まれセリフは最小限に抑えられていた。ジョンソンはアンドルー・ロイド・ウェバーのキャッツを見て脚本家のイアン・ラフレ・ネス、リック・クレメント、ブレンダン・ヒー・リーーラと この構想を練り始めた。俳優のマルコム・マクダウェルは、ジョンソンのスタジオで、サウンドトラック用の歌を一曲録音したのが、レコーディングデビューになったが、ゼウス役を引き受けた。クランベリーズのドロレス・オリオーダンも、参加の予定とされた。2005年6月13日、ニューヨーク・ブロードウェイのキャナルルームで、米国のコメディアン・ブルース・ビランチを、ゼウス役に、 このミュージカルのために書かれた曲をフィーチャーしたミュージカルリーディングの小規模な講演が行われた。ブライアン・ジョンソンは自動車とレースにも熱心で、現在は主にロイヤル RP4 とピルビーム MP84 を買ってアメリカ合衆国の各地で行われる年代物のレーシングカーでのレースに参加している。2009年7月26日、BBC のテレビ番組 トップギア9の人気コーナー、スタイン A、リーザナブリープライスドカーに登場した。この時は、シボレーラセッティで1分45秒9のタイムを出し、サイモン・コーェル、ケビン・マクロードと同タイムで2位となり、1位となった、ジャミル・クワイの JK には0.1秒及ばなかった。この番組で、主会のジェレミー・クラークソンは、ビートルズより、たくさんアルバムを売ってきた男。 だがきっとどなたも名前を聞いたことはない。とジョンソンを紹介した。なおこのタイムは結局2009年の同コーナーにおけるトップタイムとなり2010年1月の放送ではジョンソンに最速ドライバーとしてトロフィーが渡されたがトロフィーに記載された名前がブレーン・ジョンソンと誤植されるというオチがついている。2013年のシリーズ20から1において 同番組のおねうち者がボックスホールアストラに更新された際の最初のドライバーとなった。2014年の F1 バーレーングランプリでは表彰台インタビュアーとして登場した。耳栓を忘れてレースを行ったことにより左耳の聴覚をほぼ失っている。長らくこれは音楽活動によるものと言われていたが2016年3月にある記事で真相を語っている。 2006年11月、ジョンソンはイギリスの衛星放送チャンネルスカイ1で放送されたリアリティ番組ザ・レースに男性チームの一員として出演した。ジョンソンは2005年の映画ゴールにカリフォルニアのバーで入荷するユナイテッド FC のゲームを見ているファンの役で仮面を出演している。ジョンソンは第二次世界大戦を題材とした。 ファーストパーソンシューティングゲームである Call of Duty Finest Hour でイギリス軍のスターキー軍曹の声を担当している。2009年10月にはジョンソンの自伝ロッカーズローラーズが出版された。ジョンソンは最初の妻キャロルと1968年に結婚した。しかしアルバムレーザーズエッジの制作中に離婚した。キャロルとの間には二人の娘、 ジョアンナとカーラがいる。その後、現在の妻ブレンダと再婚した。現在は、米国フロリダ州のサラソータに住んでいる。ジョーディー AC、DC ソロ。ありがとうございます。